の遺伝子 DNA の話の続きなんですけど、実はですね江戸時代はもう写楽とかですね、葛飾北斎とか歌麿とかさまざまな彫り師のいわゆるその、版画がありましたね。で版画とかそれから本ですけれども、これが世界一の出版文化を持ってたんですね。で世界一の出版文化って何よって言われると、実は識字率が高かったもんですから、江戸っ子たちは結構本やおとぎ話やそれからまあいろんな読み物、例えば冒険物として滝沢馬琴なんかの里見八犬伝とかね、それから東海道中膝栗毛みたいなね、まあ、そういうふうな読み物、それにちょっとところどころにですねそういう版画が刷り物が刷ってあって、字だけじゃなくて、ついでに絵も楽しめるというようなそういうふうなものがですね非常にたくさん出てた。それで貸本屋さんというのが実はすごい繁盛してまして、でその貸本屋さんに借りに行くのもあるんだけど、実はその本屋さんがこう担いでね、こんな本がありますけどいかがですかっていうふうに、それぞれのまあ、流しでですねそういう人たちが来てくれると、そうするとこの間借りたのはこれだから今度これ読みたいわみたいな感じで本を借りるということで、買うと高い本でも借りれば安いですから、そういうふうなですね貸本屋さん文化っていうのもあったり出版文化っていうものもあったり、その中にまあすごく大きなものすごい巨大産業に発展していったのはいわゆるその版画ですよね。その版画も、最初絵を描く人、それから彫る人、それとその印刷技術として刷り師っていうのがいるんですけど、その刷り師の人たちは、色を重ねていくわけですね、ですからもう4色5色最終的には鮮やかな色の中に色を重ねるからこそもう微妙な美しい色が出たり、それからグラデーションが出たり、もう鮮やかなんだけど決して下品ではないというふうなね、そういうものが歌舞伎というものと合体して、歌舞伎役者のその新しいトレンド、今度はこういうかんざしだよとか、今度はこういうふうな着流しの模様だよみたいなね、そういうものを流行させる発端になってるのがそういう版画だったんですね。ですからそれを買ってきて何をするかというと、メイクの仕方を覚えましょうとか、もうかんざしはこういうのが流行ねみたいな、それをいち早く取り入れると江戸っ子風、江戸風で、田舎の人たちは版画をたくさん買っていって江戸の土産にしたわけですね。お侍さんたちは、江戸に、参勤交代できて2年ぐらい経つと国元へ帰るんですけど、その時何を一番買ったかというと、その版画を持っていくと女の人に喜ばれると。かんざしは高いけれども、かんざしじゃなくて版画だったらもっと安いから、でそれを配るとやっぱりその薬指と同じようにその、着物だとかそれからかんざしを売る人たちがよしよしとですね荷物を抱えて、そういう地方にもう日本中ですね歩き回っていたんですね。でそういう人たちはまあいつもいつもその背中に荷物を担いでって一軒一軒ですねお得意様を巡って、まあ、お金のある人のところに行って、今度こういうかんざしが入りまして奥様いかがですかお嬢様はみたいな感じでね、そういうものをでついでに版画をちらっと見せるとですね、ほらこれが流行りでしょって言うとそれがバカ売れすると、そういうことで商人のその人たちは必ず足で稼ぐというね、営業マンとしての、まあ、そういう流れがあったんですね。でそれが今どうなってるかっていうと、実は印刷文化としての、まあ、アニメ、コミックショーっていうのがありますね。でまあ有明っていうところにビッグサイトっていうのがあるんですけど、そこでアメコミというふうなねコミックショーがあるんですけど、素人の人たちが自分の漫画を描いて持ち寄って自分で売ると。でそれが、入場者数で67万人で、そのうち 10% は世界中から一生懸命旅行で来た人がその中に入ってると。でもうなんか洋服から何からみんなそのアニメの中の主人公のような洋服を着てバカ騒ぎをすると。だから普段おとなしい人たちが
とってもそこでは元気づくと、1年に1回の祭りなんですみたいなね、50、60の人たちまで、戦艦大和の、一番の、リーダーみたいな、こうそういう艦長さんの洋服着て、普段は社長さんだったり、普段はどっかの会社のものすごい固い人がね、その時だけはなんかすごい格好をつけてかっこよく振る舞えると、そういうバカ騒ぎができる場所っていうのがこう解放区としてあるわけですね。そういうのもとても日本的だと思うんですけど、そこで漫画家が時にはデビューしちゃうんですね。で、その5万人6万人の出店者がいて、出店料がすごく安いんですよね、1万円ぐらい。だけどみんなで一緒にその自主運営してるから、会場のお掃除もする、それからその机を運び込むのも自分たちで、それからボランティアの人たちが、医療チームを作って、お医者さんがそのいざという時にそこに詰めてる、それからボランティアで通訳やる人がいたりとかね、もうさまざまなことがそこでなされてて、で風紀委員会みたいなのがあって、あんまりその風紀上好ましくないような漫画は一応出展禁止みたいなこともねちゃんとやっていて、その全体の和を、調和ですね、調和を乱すところまではさせませんよ、でも解放区なんですというほどほどの線をね、文章で決めて何々をしてはいけないとか何々しなきゃいけないねばならないじゃなくて、感覚的にそれをこうファジーに成り立たせる技術というものを持ってるんですね。これってとてもすごくて、アメリカなんかだったらそんなもう大変なことになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、自主運営っていうことはすごいことで、誰もお金を儲けてないんですね。儲けるとしたらそれは運営費としてビッグサイトを借りるお金になってるんだろうなと思うんですけど、あとは出版社の人たちがぐるぐる回って、プロの人たちが名刺を出して、あなたの作品はいけるかもしれないから、儲かりそうだから、ちょっとうちの出版社に今度遊びに来てくださいねっていうことで、ビジネス成立するケースもあると、で成立しないケースもあると。でもそんなことはとても楽しみとしてあるのでね、今のいわゆるその個人主義の世界と比べると、全然世界的なグローバリズムの流れの中では個人主義じゃなくて、こういう集団があんまり会議もそれほどしなくてもね、みんながちゃんと自分の分をわきまえて、ハメを外しながらもやっちゃいけないことはやらないというの、ここら辺はすごい立派な文化、成熟したコミックのワールドを、普段はマニアックだとかね、オタクっていうふうに呼ばれてる人たちなんですけど、実はオタクと呼ばれながらもある種すごく大人なんですよね。だからそこの大人の文化というものを持っている、そのオタク文化というのは、まあ素晴らしい部分があるのじゃないかなっていうふうには私は思ってるんですよ。ですからそういう意味では、このこれからの世界がね、乱れに乱れていく、でも乱れないでいこうとしたら、ある種個人主義の枠を乗り越えなければそれは達成しないのでね、そういうところをこのちょっと見習ってほしいなと思う部分なんです。それはどういうことかというと、まあ、サッカーチームがアルゼンチンかどっかで、どこでしたっけね、あれ、世界のワールドサッカーが FIFA がやった時に、日本人チームは何にもその誰も命令するわけじゃなかったんだけど、みんなでゴミを拾って、一個もゴミがない状態にビニール袋でそれぞれが拾って帰ったと。これってやっぱり日本人的ですよね。別にその紙でルールを配ったわけでもなく、誰かがリーダーになって命令したわけでもなく、自然発生的にそういうふうにしちゃうという部分ですかね。それはまあ人間が一人では生きていけない、みんなと一緒に輪を持って、でそして楽しみながらその美しさをキープしていこうとする、 FIFA のサッカーを愛するがゆえに起こったことだと思うんですけど、その愛情というものを周りに対して拡大していく作業は、やっぱり江戸文化の延長上にあるような気がしますね。